じゃあ行きましょう、はいはいはい、花咲かじじばば公式チャンネル、今日のスペシャルゲストは関西ジャズ界を引っ張りまくったという超大物ミュージシャン宮本長介さんです。こんにちは。そして、宮本スクールで散々散々いじめられた子だけど本当に育てていただいた。そうだって今すごくすごい、ね、そうやそうです、ゲストドラマ田中宏さんです。宏です。ドラムの上場です。みんながね、宮本さんとか直輔さんとか呼ばへんね。もう年下でも直さん、もうみんなが直さんって呼び方してるから今日もずっと直さん、直さんで、直さんで失礼やけど、うんうん、直さんで、はい、さあ直さんね、生、はい、年月日書いてないから分かれへんねんけどね、うんうん、昭和11年11月今おいくつ86歳すげえ86歳あれ72ひろちゃんが僕64ひろちゃんでももう64みんな年いかないね僕ら20代の時は奈緒さんのスクールみんな広島僕19やったひろちゃんは一番最初奈緒さんとひろちゃんと一番最初は覚えてないんですけど、まあ、僕まだまだ若い時20歳ぐらいだったかな。あの時は新地にムスタッシュというお店があって、ああそうかそうか、はい、年を適切に当てた。それが2バンド入ってたんですよ。タミー高槻さんって歌を中心に2バンドあって、一つは奈緒さんとこのバンドで庄司さんと藤井藤井さん、ああそうです。でもう一つのグループは、高橋俊夫さんと水野雅俊さんと僕というグループがあって、あの頃でも新人はダブルでな、バンド、ね、2バンドやれ入れてた、可能じゃないから生バンドが全部、うん、ね、まあ A 時代やったけど A 時代よね。ナオさんはね、最初のプロフィールは感覚の在学中から若手ベーシストナンバーワンって書いてあるんだけど、ナオさんその大学入る前にすでにジャズ好きやったんじゃない？ジャズ好きになったのは感覚の高校ぐらいになったんだよね。でなんでベースを触ることだったんですか？それはベース弾く人がおらへんかって、ジャズバンド高校生でみんな集まってジャズはなんかベニー・グッドマンのコンボとかな、あんなん聞いてかっこいいなって言うな。ほんでサックス持ってるやつも持ったし、ラッパー持ってるやつも持って家にな。でピアノはもちろん慣れてるやつは下手、あのクラシックやけどな。ドラムとベースだけおれへんかって。ほんでお前どっちやるんやからな。いやどっちやるって、ね、どっちでもええけど、まあドラムは音ないからベースするわ言うてる。ベースってそれはエレベーターの話にウッドベース、ウッドベースや。ほんでなウッドベース買わなあかんかった、神戸にな。その当時はめちゃすごいハワイアンのな、ベースで白木を持って、白木さんよベーシストをって、でその人が一個楽器古いやつあるから言うてな、誰かから教えてもうて、でその人にとこ行って、高校生よ。うん。でそれは K のベースやった。K のは新宿軍からパクってきた。パクってきた。パクってきた。B やないから。全然そうやね。K のアメリカ製やね。ああそう。ほんでボロいあの今みたいなベースみんな持って行ってたけど、袋だけ入れ替えて K 持って帰ってきた。でそれを俺が買いに行って、白木さんにハワイアンってうまい、ハワイアンのまあうまいベースやって、ドーン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 。当時はジャズよりもハワイアンとかそんなもんやな、カントリーと思って。そうそう、それがまあ言うたら入りやすい、入りやすかった、うんうんうん、で僕らはジャズやろうと思っててんけど、うんうんうん、まあ、ウッドベースがなかったから、うん、まあ、どこにあるのか言ったら、その神戸の白木がもう一台持っとるわ、うん、誰かから聞いてわざわざそのちゃんとこ行って、うん、で K のベースを3万円か4万円その時代の3万円、今分からん、高いね、高いね、ほ、うん、うん、でお金に頼んで4万円買うと思って。どんな曲やりました一番最初、うん、その高校生ばっかりでしょ、うん、
何やったの覚えてます。ベニー・グッドマンのな。ああ。ロサンジョージ・シアリングの。うわ、そんな渋いの高校生だよ、うんうん。それはみんなレコードを聴いて、うんうんうん、コピーですよね。譜面なんかないもんね。譜面ないもんね。デタラメ、みんなね。でもベースのラインなんか、うん、もうデタラメもやってる。いや、それでも。若手ベーシストナンバーワンや。いや、それで、それが、それはまあそんなことやけど、一番最初プロに俺を雇ってくれたのが塩崎塩ちゃん、ギターの、ギターの、あ、有名な人、有名な、名前だけ聞いたこと、塩ちゃんと竹越しよピアノ、それはね、あの科学時代に、科学出身、翔ちゃんへのはもともとみんながめっちゃ尊敬、その頃ね、俺小曽根実さんにその名前聞いたと思う、塩崎、うん、ちっこめおっちゃんでな、こっちうまいね、ゲーターも昔のあのいわゆるコピーしまくりで、誰かのタルファーロのあれをもう初めからやるとかね、そもそも一緒にいなかったよね、でその人のバンド入れてもうてんねん、お前ちょっとあのなんかうまいらしいから入れや言ってね、ほんで行って曲を全然しないよ、でメモ帳いうのが作ってくれて、ほんならそこにいちいちコード書いてあんねん、 D マイナー、 G7C、 B フラットないっぱい書いてあんねん、でいろいろ何これは何やろあのいやもうほんでもうデタラメ弾いてたよベースは気分ででもまあまあ耳は達成よ、ほんでよう頭働かしたら俺は結構頭ええから、うん、ははー音楽のこうなっとんねん、デーマには G7 来たら C やなと、まあ、そういう進行が必ずあるなと、4度進行であんねん必ず、だからここ行こう思ったらその前のドミナントが出た、それに気ぃついたの見抜いたわけ、うん、大学生の頃にやばいやばい、俺はもうバリバリでそれを弾いてこれさえ見抜いたらどんな曲でもできる、ね、そうそうそう、それはやっぱ頭人に教えてもらえなしに自分で発見したいとこが俺の賢いとこやわ、まずな、うん、いやお前頭が働かして、そっから始まったよね、ちょうどね、もうこれな、どういうことなのかなと思って、うん、デーマーナーやったらこれやな、うん、G7 やったらこれやって言わなんか知ってたけどな、ほいではね、うん、1960年になるともういきなり大学卒業後、うん、ジョージ川口のビッグホー入ってんだけど、これなんでこういう経緯になったの、うん、その